2008年ハンガリーグランプリは2008年 F1 世界選手権第11戦として2008年8月1日から8月3日にハンガリーハンガルリンクで開催される。正式名称はフォーミュラ 1ING マジャールナギドリ20891-9293セバスチャンブルデーにはグリッド広角のペナルティが課せられた。19番グリッドからのスタートとなる。 3番グリッドからスタートしたフェリペ・マッサがスタートで平気小払い年を1コーナーを過ぎたところで PP のルイス・ハミルトンをオーバーテイクしトップに立った。レースはマッサが終盤まで首位を走り続けたが残り2周というところのホームストレートでエンジンを壊してストップした。イギリス・ドイツと2連勝していたポイントリーダーのハミルトンはレース中盤にタイヤがパンクして5位に終わった。 その結果3番手から危なげないレースをしたコバライネンが自身初、そして最後の F1 優勝を果たした。2位はドイツ GP で大きなクラッシュをしたティモグロックがフェラーリの君ライコネンを最後まで抑えて初の表彰台登壇となった。ライコネンは終盤グロックの背後に迫ったが信頼性の不安のために最後はグロックとの距離を狭められなかった。 それでも表彰台登壇を果たした。フィンランド人二人の同時表彰台は第2戦マレーシア GP 以来、マッサはドライバーズチャンピオンシップで3位に後退した。BMW ザウバーはここまでシーズン全レースでポイントを稼いできたが、今回のレースでは予選4位だったロバートクビサが順位を大きく落として8位に入賞したのみだった。 それもレース終盤のマッサのリタイアによるものであった。その結果コンストラクターズチャンピオンシップ2位の座をマクラーレン・メルセデスに明け渡すことになった。このレースではリタイアが3台にとどまったが給油でトラブルが多く発生した。ルーベンス・バリチェロや中島和孝の給油では出荷などのトラブルがあった。ブルデイに至っては2度も消火剤を浴び、結局3度のストップを強いられ、 トラブルでリタイアしたマッサより、下の感想再開に終わった。ありがとうございます。